されたご当地アイドルグループです。マミカのマイクが、はい、というわけでね、ちょっとごめんなさい、マイクが、マイクがね、入ってる？大丈夫？はい、ごめんなさい。というわけで、はい、はい、はい、ご紹介をしていきたいと思います。はい、はい、マイペースでのんびりや、歌う歌うと人が変わります。四日市のあっちこっちアイドルフォーセールスのリーダーひかっちゃんこと小山ひかるです。どうぞよろしくお願いします。ひかっちゃん、はい、そして、はい、スポーツ大好き、踊るの大好き、歌うの大好き、四日市のアスリートアイドルマミーこと多田まみかです。よろしくお願いします。マミー、はい、そして、はい、元気と笑顔がトレードマーク、お日様みたいに輝きたい、四日市のパワフルアイドルミキティこと伊藤美希です。よろしくお願いします。元気、はい、というわけで普段はこの3人で活動しているんですが、はい、今日はなんとフォーセールズの研究生を呼んできました。はい、研究生の田中さまりセリーヌです。今日は一日頑張ります。よろしくお願いします。セリーヌー、というわけで今日はひかっちゃん、マミー、ミッティ、そしてセリーヌの4人で、はい、はい、張り切って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速1曲目いきたいと思います。はい、1曲目は夏がテーマになっている曲です。四日市にはね、たくさんのお祭りとかイベントがあるんですけれども、そのイベント名がたくさん歌詞の中に入っている曲です。昨日のね、踊りフェスタとか花火大会も歌詞の中に入ってますので、はい、ぜひ歌詞に注目して聴いてください。はい、はい、それでは行きましょう。夏会大作戦、back
初恋大作戦をお聞きいただきました。はい、はい、というわけで、はい、もう早いことに次の曲がね、はい、最後になっちゃうんですけども、ね、やっぱりもっと欲しい光っちゃう、もうダメですよ。はい、はい、というわけでラストはね、やっぱりあの曲で締めましょう。はい、はい、皆さんで盛り上がれる曲ですね。はい、はいはい、最後の曲はですね、四日市の有名なものといえばなんですけど、はい、もう早速、はい、正解言っちゃっていきたいと思います。四日市のですね、バンコ焼きで作った土鍋がですね、とても有名でして、全国シェアナンバーワン、8割の方がシェアを占めているということで、はい、そのですね、そんな有名な土鍋をテーマにした曲を今から披露したいと思います。はい、はい、皆さんととても盛り上がれる曲なので、皆さんも一緒に盛り上がっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。土鍋でご飯、
ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯をお聞きいただきました。はい、というわけで、はい、これで以上となるんですけれども、はいはい、お知らせがあります。はい、はいはい、1つ目は私たちがパーソナリティを務めるラジオをやっています。はい、はいはいはい、FM76.8MHz から、土曜日の11時からと日曜日の22時40分から再放送でお届けしています。はいはい、サイマルラジオリスナー等で全国どこでもお聞きいただけますのでね、ぜひ皆さん私たちのガールズトーク、はい、楽しんでもらえたらなと思います。はい、はい、そしてもう一つ、はい、これはすごいです。これはすごいです、はい、私たちの持ち曲が、はい、私たちのゆかいちのご当地ソングがジョイサウンドカラオケに配信されました。イエーイ。はい、ですね、今日歌った土鍋で ご飯、夏恋大作戦、はい、今日歌ってない私だけの工場夜景グループの3曲が配信されています。はい、はい、ジョイサウンド F1 とジョイサウンド MAX に配信されてるんですが、はいはい、四日市ではですね、ジョイサウンド F1 の方が多いということで、はい、そちらの方で楽しんでもらえたらなと思います。はい、はい、お願いします。はい、この後ですね、私たちのステージはこれでここでのステージは終わりなんですけども、はい、諏訪公園の方で、他のご当地アイドルの皆さん1時からスタートで、私たちの出演は、14時20分からとなりますね。またよろしければお時間ある方足を運んでいただけたらなと思います。はい、はい、というわけで以上、四日市のご当地アイドル